アピタプラス岩倉店は愛知県岩倉市朝日町にあるユニー株式会社が運営するショッピングセンターである。なお、当項目ではかつて同所で運営されていたショッピングセンターピアゴ岩倉店の概要についても記載する。2014年に閉店したピアゴ岩倉店跡地に2015年に開業した。新店舗は旧店舗に比べ、 直営売り場面積を2倍ほど拡充され、専門店も34店舗増えた。また、店舗を全館バリアフリー対応にし、LED 照明を採用するなど、人や環境に優しい店舗となっている。岩倉駅の近くにあるため、開店当初は、駅地下コミュニティあなたの毎日に、新しさ、楽しさ、心地よさを、ショッピングセンターのコンセプトとした。 旧店舗は1から3階が店舗で1階の店舗外は平面駐車場、店舗4階が屋上駐車場であったが、新店舗は店舗の面積を限界まで広くするため平面駐車場を廃止し、3階と4階を駐車場としている。1階、2階ともにウォークモールによく見られるサーキットモールタイプの構造である。なおガスと、熊沢書店、お茶の新楽園、セリアなど、 旧店舗時代から存在する専門店がある。東側にユニー直営の食料品、化粧品売り場があり、西側に各専門店がある。また、ガストがアピタの北側にあるが、店外からのみの入店となる。なお、トイレはフロアの一番中央にあり、アピタ側、専門店外両方から入りやすい構造である。中央にアピタ日用品、 医療品売り場があり、その外側に専門店やフードコートがある。また、アピタの南東側にユニー直営発のアミューズメント施設、悠々園にがあったが、他社テナント場とした後に閉鎖した。なおフードコートは、以前ファーストフード店などがあったが、現在は、スガキ屋1店のみである。1979年のユニー岩倉店のオープン時には、 店舗前に白い巨大マネキン像があった。この白い巨大マネキン像は、名古屋駅前にあるナナちゃん人形の型を取るのに使用されたものと言われている。ピアゴ岩倉店に関するカテゴリー。ありがとうございます。